ホップに注がれたビール日本の缶ビールドイツの瓶ビ,ビールビールは酒の一種。様々な作り方があるが、主に大麦を発芽させた麦芽をビール酵母によりアルコール発酵させて作る製法が一般的である。現在は炭酸の清涼感とホップの苦味を特徴とするラガー、特にピルスナーが主流となっているが、ラガーはビールの歴史の中では比較的新産であり、 ラガー以外にも、エールなどの様々な種類のビールが世界で飲まれている。日本語の漢字では、ビールとも表記される。各国語における名称や語源は、以下の通り。大麦やエンバー小麦から作られ、黒ビール、褐色ビール、強制ビールなどの種類があり、神々に捧げられる他人々に再配分された。ちなみに、シュメール人は、ワインの製法も開発している。 古代エジプトにおいては、それより下った紀元前3000年期の資料からビールの痕跡が確かめられており、小麦の原産地が西アジアであることからメソポタミアからビールの製法が伝わったとする説がある。エジプト南部のヒエラコンポリス遺跡で出土したビール工房は紀元前3600年頃と推測されている。アジア東部では、 中国において5000年前のビール醸造の痕跡が見つかっている。これらのメソポタミアやエジプトのビールの製法については2つ仮説がある。一つは麦芽を乾燥させて粉末にしたものを水で練って焼き、一種のパンにしてからこれを水に浸して、ふやかし、麦芽の酵素で糖化を進行させてアルコール発酵させたものであった。 大麦はそのままでは、小麦のように製粉することは難しいが、一旦麦芽にしてから乾燥させると砕けやすくなり、また消化も良くなる。つまり、ビールは元来製粉が難しくて、消化の良くない大麦を消化の良い麦芽パンにする、技術から派生して誕生したものと考えられている。穀類を豊富に産したメソポタミアやエジプトでは、こうした背景を持つビールはパンから派生した。 食物に非常に近い日常、飲料であった。シュメールには、ビールと醸造を司る認可師という女神がおり、その参加には、ビールパン、ナツメヤシ、蜂蜜を使って、ビールを醸造する方法の記載がある。また、古代エジプトのパピルス文書には、応募建設の職人たちへの配給食料として、ビールが記録されている。焼いてから時間の経った硬いパンを液体でふやかすという、 発想は、ヨーロッパのスープの原型となった、し汁でふやかしたパンとも共通し、ふやかしたパンの料理という共通形不条の食物とも言える。もう一つの製法は、現在のビールに通じる製法であり、エンマー小麦を原料に、発芽させた麦と似て、柔らかくした麦を合わせて、酵母を添加して発酵させ、こしたものである。どちらも場合によっては、 糖分や風味を添加する目的で、夏目足を加えることもあった。また、エジプトに伝来したビールは、気候条件により腐敗しやすかったため、ルピナスを添加して、保存加工されていた。これは、バビロニアのビールでも、同様に様々な薬草を加えることがあったという。その中には、ホップも含まれたと考えられている。バビロニアのハンムラビ法典にはビールに関する。 取り締まり規則や罰則の記載があり、一例としてビールを水で薄めて販売したものは水の中に投げ込まれるとある。一方、爆蛾の酵素によって大麦のデンプンを投下させ、その投液をアルコール発酵させるというビール製造の革新技術は北方のケルト人やゲルマン人にも伝播した。彼らの間では、 大麦麦芽を一旦パンにしてからビールを醸造するという形を取らず、麦芽の粉末をそのまま湯に浸して糖化、アルコール発酵させる醸造法が行われた。また日常の食物の派生系であった古代オリエントのビールと異なり、これらヨーロッパ北方種族のビールは、穀物の収穫祭に際して、晴れの行事の特別な飲料として醸造が行われる傾向が強かった。 古代ローマにはエジプトから伝えられたものが、ジトゥム、北方のケルト人経由で伝わったものが、ケルーイーシアと呼ばれたが、ワインが盛んだったために別紙される不死なかった。ローマ人や古代ギリシア人の間では、大麦は砕いて、粗引きにしたものを粥にして常食していた。また現在は、アルコール飲料であるワインも、当時は糖分があまりアルコールに添加されておらず、非常に、 甘い飲み物であった。硬いパンを食べやすくするブドウのジュースを濃縮し長期、保存できる形にした日常の食卓の飲料、香水を飲みやすくするために水に加える飲料としての性格が強く、酔うためにそのまま飲むのは不作法とされ、水で割って飲むのが文明人の作法とされていた。それだけに、祝祭に際して醸造したビールを通飲して酔う、北方種族の種族は、 自らを文明人と自認するローマ人、ギリシア人は軽蔑していた。古代ローマの時代には市民の主食は小麦であり、大麦は家畜の飼料用として栽培され、十分の一刑に処されたものや検討し以外は口にすることはなく、大麦を口にすること自体が野蛮人とされていた。しかし、ゲルマン人主導のフランク王国が成立するとヨーロッパ全土で、 ビールの醸造が盛んになり、ビール文化はヨーロッパに根付いた。一方で非常に甘い飲み物であったワインも、今日の製法と近くなり、ほとんど甘くないアルコール度数の高い飲料となった。そのため、ビールとの関係は逆転し、アルコール度数がより低いビールは、子供にもあった飲み物であると考えられていた。キリスト教が広まると修道院は時給と巡礼者に、 振る舞うためのビールを醸造し、技術の発展にも大きな役割を果たした。その中で発酵を安定させるなどの目的で様々なハーブ類を調合したグルートを添加されるようになった。グルートは領主によって管理され、醸造業者は領主から購入しなければならなかった。このため、中世ヨーロッパで用いられたグルートの製法は現在に伝わっていない。11世紀頃、 ドイツのルプレヒトベルク女子修道院のヒルデガルディス院長がグルートに代わってホップを初めて用いた。ホップには独特の爽やかな風味と雑菌抑制効果があり、15世紀頃にはドイツのビール醸造で主流となった。他の国でも次第にホップが主流となり、かつては使用を禁止していたイギリスでも17世紀頃にはホップによる醸造が一般的となった。 16世紀の醸造所1516年、バイエルンコー・ビルヘルム4世は粗悪なビールの流通や、食用である小麦がビールの原料に転用されることによる飢餓を防ぐため、ビール純水令を発令し、原料として、爆貝以外には、ホップと水しか使わないよう命じた。小麦を使った白ビールは、許可を得た一部の醸造所しか醸造できないようになり、希少価値が高まった。 その後、ドイツ帝国の成立により、ビール純水令は1906年に全土に施行され、現在のドイツにおいても、効力を持っている。15世紀中頃には、バイエルン地方のミュンヘンで、低温の洞窟で熟成させる、ラガービールの製造が始まった。19世紀には、酵母の研究も進み、上面発酵と下面発酵の技術が確立した。 1842年には、チェコのプルゼニで、世界最初のピルスナービール、ピルスナーウルケルが製造され、このタイプの醸造は、プルゼニのドイツ語名からピルスナーと呼ばれるようになった。黄金色のピルスナーは、ガラス製品の普及と冷蔵技術の確立によって、爆発的に広まった。船に積み込む飲料としては、ラム酒が主流であったが、ビールも積まれていた記録がある。 1860年に日本の万円元年県米施設の記録係だった玉虫左太夫は防波探号での公開中に何度かビールが提供されたと記述している。日本では川本美幸民がビール製造を試みたのを皮切りに多くの醸造所が誕生した。本格的に普及したのは明治時代だが江戸時代初期には徳川幕府の幕臣たちが その存在を認知していた。現代のビールは19世紀後半のデンマークのカールスバーグ社が開発した技術に多くを追っている。同社はビール工房の純粋培養技術を開発し、さらに雑菌を徹底的に排除して衛生的に缶や瓶に詰める技術を確立した。それによりビールの保存性は飛躍的に高まり安価で大量に安定供給される工業製品として 世界の筒裏裏にまで流通するようになった。また、ビール生産が大企業に独占されることにもなった。それまでは、ワインの方が食事に必須の日常の酒として飲まれていたが、安価となったビールが普及することにより、ワインとビールの位置が逆転した。欧米では、この反動として工業化以前のビール生産を見直す動きが起こり、クラフトビールを作るマイクロブルワリーが多く、 設立されている日本でも法規制が緩和されたことにより、チビールの生産が少しずつ行われている。原料のビール大麦焙煎前の大麦麦がビールの主な原料は水、デンプンゲビール酵母、香味料である。多くの場合、大麦の麦がを主原料とし、副原料として、浅香のホップやトウモロコシ、米、砂糖等が使われる。特に、 これらの復原料は、大麦麦芽の安価な代替物として使用されることがある。また小麦やライ麦の麦芽でも製造は可能である。アフリカではアワ、ソルガム、キャッサバの根が、ブラジルではジャガイモ、メキシコではリュウゼツランがデンプンゲンとして使われる。ビールの主成分は水である。地方によって水に含まれているミネラル素性は異なるため、 各地方で製造するのに水に最も適したビールも異なり、地方ごとの特色が現れる。例えばアイルランドのダブリンの水は香水であり、ギネスなどのスタウトビールの醸造に適している。チェコのプルゼニで取れる水は軟水で、ピルスナーウルケルなどのペールラガーの醸造に適している。イングランドのブルトンの水はジップサムが含まれているため、硫酸塩の添加が必要なペールエールビールの 製造に適している。ビールのデンプン源に何を使用するかで、その濃さや風味が左右される。最も一般的なデンプン源は麦芽であり、口実のように大部分のビールには大麦の麦芽が使われる。麦芽の製法は種子に水と空気を与えて発芽させ、発酵過程に入る前に麦芽の成長を止めるため用内で乾燥焙煎させる。これを包装という。 その後、洋根を取り除いたものが麦芽である。種子が麦芽になることによって、澱粉を発酵性の糖に変える酵素が生産される。同じ種類の穀物から作られた麦芽でも、包装時間と温度の違いによって、異なる色彩を持つようになる。暗色の麦芽からは、暗色のビールが製造される。多くのビールには、大麦の麦芽が使用されている。 大麦は発芽力が強く、皮が薄く、デンプン質が多く、窒素量の少ないものが原料として優れている。ホップの休暇。ドイツ、ホラートのホップヤードにて。現在、商業用に生産されているビールのほとんどすべてには、風味付けとしてホップが使われている。ホップは和名を、西洋から話そうというツル製植物で、その花はビール製造において、 風味付けと保存性を高める機能を持つ。ホップは、もともとは、ドイツのベスト・ファー・レン地方にある、これはイ修道院のようなビール醸造所で、西暦822年から使用されていた。だがビールに使用するための大量栽培が、開始されたのは13世紀になってからである。13世紀から16世紀までの間、ホップは、最も主要な香味料として使われるようになっていった。 しかしそれ以前には他の植物が香味料として使われることもあった。歴史の不思議のベタがグルートと呼ばれる苦いヨモギなどの様々なハーブ、ベリー類も現在のホップと同じようにビールの香り付けに使用されていたこともある。現在製造されているビールで香り付けにホップ以外の植物も使用しているものはスコティッシュ、ヘザー・アレス・カンパニーのフレイクや ラブラスリー、ランスロットのセルベワス、ランスロットなどである。ホップは、麦芽の甘みと調和の取れた苦味をビールに与え、また花や、柑橘系、ハーブのような香りをビールに与える。ホップには抗生物効果があり、ビール醸造に寄与しない、微生物を抑え、ビール酵母が有利に働く環境を整える効果がある。他にも泡餅の長さに寄与し、保存力を高める効果がある。 ビール酵母は、穀類から引き出した糖を代謝し、エチルアルコールと炭酸ガスを生産する。酵母の働きによって爆芽汁が,がビールになる。また酵母は、ビールの個性、味わいにも影響を与える。ビール酵母には、発酵中に発生する炭酸ガスと共に液面に浮かび、 発色クリーム状の泡の層を形成する、上面発酵酵母と、発酵末期に層の底に沈殿する仮面、発酵酵母が存在する。製造に前者を用いるビールを上面発酵ビール、後者を用いるビールを仮面発酵ビールという。最も主要な上面発酵酵母は、サッカロミセスセラビシで、最も主要な仮面発酵酵母は、サッカロミセスユバームである。バイエルンの白ビールでは、 トレラスパー・デルブルックイが働く。酵母の働きが解明される以前は空中を漂う自然酵母によって発酵を行っていた。いわゆる自然発酵ビールである。大部分のビールは純粋培養の酵母を加えることで発酵を行うが、ランビックのようなごく一部は現在も自然発酵で製造されている。自然発酵ビールのランビックでは主にブレットのミッセス。 俗の酵母が働く。清澄剤は濁り物質を凝集させて沈殿除去する働きのある物質である。製造直後のビールにタンパク質の濁りが見られるとき、醸造所によっては一種類あるいはそれ以上の成長剤が添加されることがある。この操作によって済んだビールを作ることができる。ビールに使用される清澄剤の例としては、アイシングラス、アイリッシュモス、 キャプファイカスコットン部から取れるカッパ、カラギーナン、ポリクラール、ゼラチンなどである。もしラベルなどに、菜食主義者向けといったことが記されていたなら、そのビールには、動物性のゼラチンが使われておらず、海藻由来や、人工の添加物で済ませている。ビール醸造プロセスの、説明図温水タンク等価爆がホップ銅、ホップバック発酵槽、冷却瓶詰貯貯蔵タンク16世紀の、 ビール醸造所ビール醸造所のことをブルワリーという。法律などで制限されていない限り家庭でもビールの醸造は可能であり、ビールの歴史の中ではそのようなビールも多く作られてきた。家庭内で消費するため非営利的にビールなどを醸造することを自家醸造と言う。日本では免許を持たないものがアルコール度数1%以上の種類を醸造する。 ことは禁じられている。自家醸造用の道具を売り買いすることはできるが、きちんと法律の範囲内で醸造するかどうかは、使用者に委ねられている。醸造過程で果汁などを添加した、フルーツビールや、香辛料を添加した、スパイスビールなども、ヨーロッパではポピュラーであるが、長らく日本の法律上はビールではなく、発泡酒扱いとなっていた。 しかし2018年4月1日の酒税法改正で果実及び香味料の使用が許されるようになった。砕かれたホップビールの醸造の最初の工程は澱粉源と温水を使った麦芽汁作りである。普通澱粉源には大麦麦芽が使用される。麦芽は出すと異物を除去した後、糖化、ろ過に適した大きさに粉砕される。 廃乳部は透過しやすいように細かく粉砕する。一方、殻側部は、爆銃露化工程で、両膜を形成させるためになるべく、形を残すようにしなければならない。ただし、露膜形成の必要ない加圧式の露化方法を用いる場合は、爆が全部が細かく粉砕される。粉砕した爆がのことを、グリストという。グリストは、 マッシュタンと呼ばれる容器の中で温水と混合される。クリストを浸す温水のことをリキュールと言い,い、クリストと温水の混合物のことをマッシュという。クリストと温水が混合されると、麦芽に含まれるデンプンなどの多糖類や、可溶性タンパク質が溶け出す。多糖類は、麦芽の持つ酵素により、可用化し、分解され、低分子の麦芽等が生み出される。 この多糖類の分解のことを糖化という。糖化には1から2時間ほどの時間がかかる。爆芽の酵素の力のみで糖化する方法をインフュージョン法と言い,い、マッシュの一部を取り出して煮沸し、元の容器に戻してメインのマッシュの温度を引き上げる方法をデコクション法という。マッシュの煮沸によって酵素は失活するが、澱粉質が溶解して糖化が進みやすくなる。 10日が終了したマッシュからは、穀物粒などの固形物が取り除かれ、発酵性の爆汁が回収される。爆汁ろ過の伝統的な方法であるロータリングでは、ろ過層の底に溜まった穀物の粒そのものがフィルターとして働き、固形物と爆汁を分離する。現在行われている醸造ではより細かいグリストまで分離できるフィルターフレームが使用されることが多い。 最初に絞られる爆獣を一番絞り爆獣という。穀物粒はスパージングという操作で湯洗浄し、さらに多くの爆獣を回収する。爆獣とスパージングで加えられた湯の混合物から穀物粒をろ過によって分離する。スパージングによって得られる爆獣を二番絞り爆獣という。爆獣は湯沸かし器やコッパーと呼ばれる容器に集められ、一時間程度煮沸される。 射伏によって、爆獣中の水分が蒸発し、糖類をはじめとする溶質が濃縮されて残る。また同時に糖化段階から爆獣に残留した酵素を失活させる。射伏には、その他にも、殺菌、タンパク質の凝固、色度の上昇、pH の低下、不快な後気成分の分解、飛散などが起こる。射伏中にホップを添加する。 ホップは数回に分けて添加する場合もある。ホップを煮沸することで、ホップ中のフムロンが異性化し、イソフムロンになることで苦味が強まる。煮沸時間が長いほど苦味が強くなるが、ホップそのものの風味や香気は弱くなる。煮沸の終了した爆汁は、酵母による発酵の準備のため冷却される。この時溶解度が下がって、タンパク質やポリフェノールが凝固する。 醸造所によってはホップで処理した爆汁をさらにホップバッグに通す。ホップバッグはホップを満たした容器で風味付けをしたりフィルターの機能を果たしたりする。しかし多くの醸造所ではホップバッグを使わず単純に発酵槽で爆汁を冷却する。その後、酵母の増殖に必要な酸素を供給するため冷却された爆汁に無菌空気が通される。空気を通された 発酵槽中の爆獣には酵母が添加される。酵母が出芽を開始すると発酵が始まる。発酵熱の発生により液温が上昇するので冷却により発酵温度をコントロールする必要がある。発酵に必要な時間は酵母の種類やビールの濃さによって変わる。発酵前の爆獣は pH5.2 から5.8だが、 発酵後には4.0から4.6に低下する。発酵が終了した液を若ビールと呼ぶ。アルコール発酵に加え、爆汁内の微粒子が沈降するため一度発酵の終了した若ビールは成長する。発酵は一時発酵と二次発酵の2段階で行われることがある。アルコール類はほとんど一時発酵で生成される。その発酵液は新しい容器に移され、 熟成される。熟成はパッケージングまでに時間を置く必要がある場合、さらなる成長化が必要な場合に行う。若ビールには、ジアセチルセン具体、アセトアルデヒド、硫化水素などの未熟成物質が含まれる。熟成過程では、残存物質のさらなる発酵が進み、これらの物質が分解され、発酵によって発生する炭酸ガスによって液外に運び出される。 混濁の原因となるタンパク質は温度をプラス1摂氏1度程度に下げることにより、積出し一部の酵母と共に沈降する。熟成の終了したビールはろ過され、またシリカゲルによってタンパク質を吸着させて製品工程に送られる。熟成後に酵母の活動を抑えるため、60度前後に加熱する低温殺菌が行われる。この熱処理を行わず、 特殊なろ過装置で酵母を取り除くビールがいわゆる生ビールである。ただしこの故障は日本の基準によるものであり、国によって基準は異なる。また酵母を完全に取り除かないビールもある。ビールには様々なスタイルが存在するため、特徴によって細かく明確に分類することは非常に困難であり、様々な分類がなされている。有名な分類方法として、 マイケル・ジャクソンによる分類がある。醸造法と酵母の種類によって分類する場合は、上面発酵のエールと仮面発酵のラガーに対別する方法が一般的である。もともとエールという言葉は、上面発酵のビールを指していた言葉ではなく、時代によって変遷がある。現在、ビールにはホップが使用されることが多いが、ホップがビールに広く使用されるようになったのは、 12から15世紀の間であり、その当時英語圏では、ホップ入りのものをビール、ホップなしのものをエールと呼んで区別していたが、その後、ビールは総称となり、上面発酵のものがエールと呼ばれるようになった。エール上面発酵のビールをエールと呼ぶ。質が酵母とその足を用い、常温で短い時間で発酵を行う。盛んに炭酸ガスを出すために、 最終的に酵母が浮かび上面発酵と呼ばれる。一般に上面発酵の方が醸造は容易である。19世紀以降にラガーが爆発的に普及するまではビールといえばエールであった。複雑な香りと深いコクを特徴にしている。主なスタイルとしてベールエール、スタウト、アルトビール、ケルシュ、バイツェンなどがある。 ラガー仮面発酵のビールをラガーと呼ぶ。サッカロミセス・カールスベルゲンシスという酵母を用い、低温で長時間発酵を行う。役目を終えた酵母は沈殿するため、エールの上面発酵に対して仮面発酵と呼ばれている。比較的スッキリした味で、ピルスナー、ボックなどのスタイルがあり、もともと中世ドイツのバイエルン地方のローカルなビールだった。この土地の醸造師たちは、 低温でも活動する酵母を発見し、変わったビールを醸造していた。秋の終わりに、ビールの材料を洞窟の中に氷と共に貯蔵して、翌年の春に取り出すと、発酵が終了して、ビールが完成する。ラガーとは、貯蔵されたビールという意味である。冷蔵庫が発明された19世紀以降、これが芝叩く間に、世界のビールの主流となった。 一定の品質のビールを大量生産するのに最適だったためである。黄金色の美しい色とガラス製のグラスやジョッキが普及したことを人気の理由に挙げる人もいる。自然発酵酵母発見以前のビールはすべて自然発酵であった。現在でもアフリカの伝統的なビールやベルギーのイヨッテンラントで製造されるランウィックでは培養された酵母を使用しない。 自然発酵が採用されている。乳酸発酵も行われるため、特有の酸味を持つようになる。20世紀以降の冷蔵技術の進歩により、ビールを冷やして飲む風習は加速度的に広まった。常温のビールを飲む監修であった中国でも、日本のコンビニエンスストア系企業が進出に乗り出した際に、冷蔵のビールを提供したところ人気となり、 冷たいビールの需要が上がったという現象も起きている。太陽国では冷やした上に氷を入れるのも一般的である。一方で、エールビールは常温で飲まれることが多い。また、ドイツやベルギーなどでは温めて飲まれることもあり、グリュークリークのように温めて飲むことが主流のビールもある。またビールをカクテルにして飲むビアカクテルでは、トマトジュースを入れたレッドアイやレモネードを入れたパナシェ。 ジンジャーエールとのカクテルシャンディガフなどが知られる。また、ピルスナーとスタウト等、異なる種類のビールを混ぜるハーフハーフもポピュラーな飲み方である。メディアを再生するビールを注ぐヨースラガービールは、豊富な泡を発し、注ぎ方によって味も変化する。泡はビールが空気に触れて酸化されることにより味が変化することを防ぐ役割もある。 ビールの苦味成分は液体中に拡散しているが、これは泡によって吸着される。そのため、ビールの炭酸法の形成過程をコントロールすることにより、ビールの苦味成分を液体上部に浮かぶ泡の層に閉じ込めることができる。最初は、グラスの底にビールを叩きつけるようにして注ぎ、泡を形成する。これにより、ビールが空気に触れるのを防ぐことができる。 グラスとビールの次口を近づけるなどして、初めに形成した泡を壊さないように静かに注ぐ。これにより、均質な大きさの泡が液体中で均等に形成されるため壊れにくく、組成分も吸着させることができる。ビールは醸造酒ゆえに酒としては、賞味期限に左右されやすく、味が変化しやすい部類に入る。品質が劣化する主な原因に、保管温度、 日光、衝撃、酸化が挙げられる。また出荷から日数が経過するに従い味が劣化する。このような日数経過や味の変化は鮮度と表現される。ただし、酵母が殺菌、ろ化されておらず、瓶、村内で再発酵を行う種類のビールは、長期保存や寝かせることが可能で、マイルドで熟成された味わいへの変化を楽しめる銘柄もある。 劣化の原因は、大麦由来の酵素ロックスの働きが大きい。醸造過程でロックスが、劣化因子を作りこれが、ビールの成分と反応し脂質を酸化させることで、渋みや臭みになり泡わちの低下が起きる。世界のビールキリン食生活文化研究所が調査し、ビール酒造組合が公表する集計によると、2007年の世界のビール総生産量は1億7937万。 キロリットルに上る。生産量のベスト10は中国、アメリカ、ロシア、ドイツ、ブラジル、メキシコ、日本、イギリス、ポーランド、スペインの順。オランダは12位、チェコは19位、ベルギーは20位であった。2018年にはブラジルとメキシコがドクロを抜いて3から4位となり、ベトナムがイギリスやポーランドなどを追い越して8位となった。 同年まで中国の首位は17年連続である。市場規模は、飽和気味の先進国で縮小し、新興国で拡大傾向にある。主な生産国の状況と銘柄は、以下の通り。ドイツドイツの歴史に残るミュンヘンのビアホール、ホフブロイハウス。ビールとワインで祝う収穫祭シュトゥットガルトの監視タッター。フォルクスフェストの巨大仮設ビアホールの内部。 生バンド演奏の元椅子の上に立ち上がり盛り上がる。ラガービールが大多数だが、あるとケルシュ、バイスなどのエールビールも多し作られている。ビールの新種は秋初めに出回り、これに合わせて各地でビール祭りがある。最も有名活大規模なものはドイツ、ミュンヘンのオクトーバーフェストである。また、オクトーバーフェスト用に供されるメルチェンビール。 秋口に醸造され冬場に供される、ウィンタービール等の季節ビールも多くのメーカーで作られている。なお、ドイツではビール法により、ビールを名乗る飲料には原材料の規制があったが、非完全障壁として非難され、現在は輸入ビールについては廃止されている。ドイツのビールメーカーは各地にあり、全国ブランドのビールメーカーは少ない。価格も安く、地ビールの缶ビールの価格は、 コーラより安い。缶ビールよりも、樽出しビールや瓶ビ,ビールに人気がある。ドイツのビールは大きく分けて、大麦を原料とする、ピルスナータイプと小麦を原料とする、バイスタイプビールがある。小麦を原料とするビールでもミュンヘン近辺では、白っぽい、バイスビールが有名。ドイツ南西部のバーデンビュルテンベルク州近郊では、バイスビールでも透明なクリスタルバイス。 半透明なヘーフェバイス、濁ったドゥンケルバイスがある。チェコドイツのローカルビールだったラガーを世界的に広げたのは、隣国チェコで生まれたピルスナーのおかげである。ピルスナーは、プルゼニ市で醸造されたビールの故障から由来する。この事実により、中央ヨーロッパでは、ビールの醸造法についてはチェコをその本場として、一目置く。またキリンビールの調査では、 国民一人当たりのビール消費量が1993年から2018年までの26年間連続世界1位であるなど世界有数のビール好き国家である。イギリスウィリアム・ホガース、ビール通りと人横丁で描かれたビール通り、イングランド、スコットランドはエールビールの本場として知られる。しかしピルスナービールの普及以降はバドワイザー、ハイネケンなどの外国産ブランドのラガー、 もしくは自国産のラガーが若者層を中心に多く飲まれ、エール類をはるかに超えるシェアを持っている。1970年代からは熱心なエールファンによるキャンラ運動が起こった。アイルランド国内市場は事実上ほとんど地上げおしゃの河川市場にあり、パブでの蛇口からサーブされるビールの選択肢は多くない。だが近年では都市部を中心にベルギービールやチェコビールなどを 蛇口からサーブするパブも増えてきつつある。近年では、チビールなども出現してきているが、蒸気のような河川状態のためパブなどで蛇口からサーブするビールとして発見することは非常に難しい。いわゆるマイクロブルワリーの中で最も成功しているのがポーターハウスである。同名のパブ内で醸造を行っており、市内に数点の視点を持っている。 ベルギー世界で最も多様なビールを醸造するのはおそらくベルギーである。マイケル・ジャクソンの精力的な活動によってベルギービールが世界に伝導されたと言われる。ベルギービールの中で最も有名なのは1966年にピエール・セリスが復活させたヒューガルデン・ホワイト現地読みフーハルデン・ビットであろう。これは俗にビット・ブランシュジロビールと呼ばれるビールである。 なお、ドイツで白ビールといえば全く別物の小麦を原料とするビールを指す。ドイツのバイスビア、バイツエンと区別するためにベルギーのブランシュをベルジャンスタイルホワイトと称することもある。また、トラピストビール、ブリュッセル近郊で製造される自然発酵を特徴とするランウィックなど独特なビールが製造されている。オランダ林国ベルギーとドイツの影響もあり、 ビール作りが盛んである。ラガータイプだけではなく多様なエールも醸造している。フランスフランスはヨーロッパ第5位のビール生産国である。ほとんどはドイツ国境に近いアルザス地方及び隣接のロレーヌ地方で生産されているほか、ベルギー国境に近いノール地方でも生産されている。代表的なものは以下の3つの銘柄だが、実際は全てクローネンブルグ社が製造している。 スペイン・ポーランド・ポーランド語では、ビールはピーをという。ビールは、ポーランドでは人々に大変親しまれている飲み物で、しかもこの20年間その人気は高まる一途である。2009年のエルンスト・アンド・ヤングによる報告によれば、ポーランドは、ビールの生産量では、ヨーロッパでも、第3位である。1位のドイツが103億リットル、2位の英国が49億5000万リットル、 そして、ポーランドが36億9千万リットルを生産している。ポーランド国内市場の拡大が続き、ポーランド醸造産業雇用者連盟は醸造業界、年次大会において、2008年のポーランドでのビール消費量が1人当たり94リッターにまで増大したと発表した。国内市場での販売総量としては35億6240万リッターに上る。 このポーランド醸造産業雇用者連盟に加盟している各社の市場シェアを合計すると、ポーランドのビール市場全体のおよそ90%を占める。統計的には、ポーランドの消費者は1人当たり平均で年間に92リットルのビールを飲んでおり、これは、チェコ共和国並びにドイツに次いで第3位である。2009年、ビールの販売による ポーランド政府への消費税収入は30億9700万ポーランドズロチに達した。またビールの製造と販売に携わる雇用人数はおよそ20万8000人に上っている。イタリア、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、カルフ、オーストリア、その他スロベニア、スロベニアには2つの大きな会社のビールとたくさんの小さなチビールの店がある。一つ目の大きなビールの会社は ズラトログといい、スロベニアの北東にあるラシコ町にあるので、たくさんの人がこのビールをラシコと呼んでいる。ラシコビールは1825年から作られていて、190年の伝統があり、スロベニアの一番古いビールである。ラシコで毎年夏に3日間、ビールと花祭りという祭りがある。二つ目のビール工場は、ウニオンと呼ばれ、リブリナで作られているビール。 ウニオンビールは1864年から作られている。かつてこの2つの大きなビール工場は独立した2つの会社であったが、ハイネケンがウニオンとラッシュコを買い取った。アメリカ合衆国アメリカ合衆国西海岸を中心にクラフトビール、マイクロブリュワリーという症状蔵書によるビールが多種あり、生産されるビアスタイル数は世界でも有数である。ビールの種類も多い。 ミラーは買収、合併されて、現在は南アフリカ籍の会社となっている。カナダカナダでもアメリカ同様、ビール消費は多く、モルソン、ラバットというに大全国ブランドが存在する。また、イギリスからの伝統も影響し、比較的小規模な地ビール醸造も多い。メキシコメキシコは、ビールの特産地としても知られており、コロナや XX など、著名ブランドが、 世界中に輸出されている。その他日本北朝鮮韓国中国中国での製造開始は欧米諸国に遅れるが21世紀になって生産量では世界一となっている。2004年の総生産量は2910万トンであり、大前年15.1%もの伸びを示している。もともと中国でのビール生産は20世紀初頭に、 まず現在の国流江渉ハルビンにロシア人がハルビンビールの工場を設立した。また、山東省チンタをドイツが咀嚼地とし、咀嚼地経営の一環として産業振興策のビール生産の技術移転を行ったところから始まる。新中国になってからも早くから輸出に努めていたこともあり、現在でも世界的に最も有名な中国メーカーは、 チンタオビールであるが、現在最大のメーカーは、香港資本も入った、カジュン石化ビールになっている。その他の大手グループとして、北京の遠鏡ビール、広州の玉江ビール、バドワイザー、サントリー、アサヒビールなどの中国国外のビールメーカーも多く、進出している。流通と冷蔵が完備していないので、各地方都市に小規模なビール工場が多数あり、その地域用のビールを生産している。 小規模工場の中には品質の悪いものを作っているところもあり、2004年の全国規模の抜き取り検査では13.8%もの銘柄が不合格となった。台湾タイ冷たく冷やしたラガンが好まれる。ビールに氷を入れることがあるが、これはアルコール度数が高いため割っているというよりも、冷蔵設備が行き渡っていなかった時代の名残である。ただし、タイのビールは、 味がやや濃いこともあり薄める目的で氷を入れる人はいる。ベトナムその他アフリカでは部族ごとにビールを醸造しており、その種類は100種類以上に及ぶとされる。これらのビールは古代エジプトのビールと同様ストローを使って飲む。また、使用する原料も麦に限らず、雑穀やキャッサバ、トウモロコシ、バナナなどが用いられている。南アフリカではカフィアビールや 高ンビールと呼ばれるビールが伝統的に飲まれてきた。世界的な規模のビール製造会社は他国へ直接の資本進出を行ったり、各国の地場ビール会社を資本支配下に収めたり、あるいは資本提携したりすることで進出を行っている。また、世界的なブランドは直接、ブランド所有会社との資本関係にはなくとも、 各国の企業によるライセンス製造が行われるケースもある。単純に計算すると上位5グループで世界の生産量の50%近くを占めることになる。インベブ社の主張によれば2005年には同社グループの生産量は世界のマーケットシェアの14%の生産量を占めていると主張している。ただし、例えばカナダではインベブ社系列のラバット社がバドワイザーを 製造しているように、ブランドと企業の入りぐりも存在している。また、オーストラリアや日本のように、民族資本が強力な場合には、進出の程度が輸出、あるいはライセンス製造に止まっているケースもある。世界的な大手ビール企業グループの上位5グループは、以下の通り。インベブは2004年に、ベルギーのインターブルー社とブラジルのアマベブ社の合併により誕生。現在は、アンハイザー。 ブッシュインベブの子会社。アジアヨーロッパ、南北アメリカに多くの系列企業を持つ。主な所有ブランドアンハイザーブッシュは世界第3位の生産量を誇る。現在はアンハイザー、ブッシュインベブの子会社。アメリカ国外の醸造所は他のグループと比較すると少ないが、バドワイザーブランドのビールは各国でライセンス生産が行われている。主な所有ブランド、 南アフリカビール社が2002年にミラー社を買収して誕生。アメリカ・アフリカに系列企業を持つ。主な所有ブランドヨーロッパ及び東南アジアのマーケットで強い。主な所有ブランドヨーロッパ、特に北欧、東欧諸国で強い。主な所有ブランド日本においてビールは1613年に平戸にトライし、1724年に オランダの商船施設団が江戸に入府した際には、八大将軍、徳川吉宗に献上された。今村一兵衛の記した、オランダ文堂には、自身が飲んだ、麦の酒、ヒールという語が記されている。その感想は、ことそと悪しきもの、何の味わいもないと否定的である。文献上確認ができる、日本最古のビールの記述である。日本での外国人による醸造は、 1812年に長崎の出島においてオランダ商館長のヘンドリック・ドゥーフの手によるものが最初である。開国後の1869年には横浜の外国人居留地山手46番にウィーガントラによってジャパンブルワリーが設立され、翌年にはアメリカ人コープランドがスプリングバレーブルワリーを設立。ビールの醸造製造をはじめ、 主に居留地の外国人や上流階級の日本人向けに販売し輸出もした。日本人による醸造は1853年に蘭学者の河本美幸民が江戸で醸造実験を行ったのが最初とされる。河本が実際に醸造したかどうかの確証はないが著書のビール醸造法の記述などにより実際に醸造した可能性が極めて高いと推測されている。 産業としての醸造は、1869年に、当時の品川県知事であった小賀一平が、土佐藩屋敷跡にビール工場を建造し、製造を開始したのが最初とされる。ただし、商業規模の製造は、1872年に大阪市で渋谷昌三郎が渋谷ビールを販売したのが最初とする説もある。その後、1874年には、 甲府で野口正明により、三通ロコビールが設立され、1876年には、北海道の札幌で、官営ビール事業として、開拓しビール醸造所が、村橋久成と中川清兵衛を中心に設立された。1885、グラバーや三菱の岩崎やノースケラにより、スプリングバレーブルワディは、ジャパンブルワディリミテッドに引き継がれ、1888年には、 キリンビールが発売された。1886年には、北海道開拓市の勧誘物払い下げにより、開拓市ビール醸造所は、北海道庁から大倉組に払い下げられ、1888年に、札幌ビール会社が設立された。1877年には、日本ビール株式会社が設立され、1890年に、エビスビールを発売した。また、 1889年には大阪ビール株式会社が設立され、1892年に朝日ビールを発売した。このように大資本から地方の中小醸造所まで、明治期には地ビールブームが起き、全国で100社近くの醸造所が設立された。しかし、1900年に北新事変が起き、軍備増強のため、翌年からビールに酒税が課せられることになると状況は、 一変する。中小の醸造所は、酒税法に定められた最低製造数量基準を満たすことができず、相次いで倒産、または大資本へと吸収され、ビール業界は再編された。1906年には、日本ビール、札幌ビール、大阪ビールが合併して、大日本ビールが設立され、また、1907年には、三菱財閥が、ジャパンブルワディーリミテッドを引き継いで、 キリンビールが設立される。その後、1928年に、久し屋が、日英醸造を買収し、ビール業界に一時参入したものの、1934年には、買収した鶴見工場を、ビール共同販売に売却して、ビール業界から撤退した。第二次世界大戦後、GHQ は、産業界の独占、河川の一層を図って、集中廃除法を制定させる。 ビール業界も集中排除の対象となり、大日本ビールは日本ビールと朝日ビールに分割された。1945年9月2日に本土から分割され、米国民政府の統治下に置かれた奄美群島では、日本からの流通がなくなり、物資が不足する中、1952年にトモ栄ビール株式会社が奄美大島で設立され、直営ビアホールも作られたが、 1953年の天見群島本土復帰で商品の競争力がなくなり廃業となった。1957年には同じく米国民政府の統治下の沖縄県でオリオンビールが設立され、同年には宝酒造もビール業界に参入して宝ビールを発売した。1963年にはサントリーがビール業界に再び参入した。こうして、 いくつかの新規参入はあったものの、1967年の宝酒造撤退後は長らくビール業界は、キリンアサヒ、札幌サントリーオリオンによる五社の河川状態にある。1967年、新技術を用いた生ビール、サントリー、スミオが発売されたが、生ビールの解釈をめぐってサントリーと競合他社が意見を対立させ、生ビール論争が発生した。 この論争は1979年、厚生取引委員会が生ビール、ドラフトビールの定義を熱処理をしないビールと公示したことにより、結果的にサントリーの主張が認められた形で決着を迎えた。1987年に販売したアサヒスーパードライが多く売れ、日本国外では中国、タイ、イギリス、チェコ、カナダで生産、販売されている。 この頃から暖房機能付きエアコンや石油ファンヒーター等一般家庭における冬場の暖房設備の充実によりそれまでの夏はビール、冬は日本酒や焼酎といったスタイルから冬場でもビールが売れていくように変化していったこの現象はアイスクリームでも見られた1994年酒税法が改正されて最低製造数量基準が緩和されたこれにより 一気に全国各地でチビールが醸造され始め、チビールブームが再現された。ただ、河川誤社が占めるシェアは依然大きく、2008年、現在チビール全体のビール業界におけるシェアは1%に満たない。2005年、ザ・プレミアム・モルツがモンド・セレクションを受賞し、これまでエビスビールが圧倒的優位にあったプレミアムビール市場がにわかに活気づいた。日本には、 ドイツのビール純粋例のような製造法に関した法律はなく、酒税法と公正競争規約にて定義されている。分類は公正競争規約が定義する。日本ではビール自体が高級品扱いの時代が長期間続いていたが、昭和30から40年代に高度経済成長が進展するにつれて大衆化が進み、庶民が飲む一般的な酒へと変異した。 日本では、しっかり冷やして、コップやジョッキに注いでそのまま飲むのが一般的であり、夏場になると消費量が増大する。日本の多くの料理店、居酒屋では、5社のうち1社のビールが供された。そのため、三菱系企業の社員は、キリンの出る店でしか飲まない。札幌の出る店は少ないので、三井系企業の接待の店選びは困るなど、企業グループとビール銘柄に関する噂も、 まことしやかに語られた。ホテルなどでの企業関係者の会合といった大人数の集まるイベントなどでは企業グループによって提供するビールのメーカーを変えることも多い。また一部の宿泊施設では部屋付きの冷蔵庫のビールにも同様なことを行っているところもある。日本のプロ野球では公式戦や日本選手権シリーズで優勝したチームの監督、選手、 コーチたちが祝勝会でビールを掛け合う風習がある。日本の酒税法では、麦芽または麦を原料の一部とした発泡性の種類を発泡酒として定義している。このため、日本国外産の輸入ビールの中にはこの基準に合致しないために、本国ではビールに分類されていても、日本では発泡酒扱いとされる商品も存在する。麦を使用しない発泡性の種類には、 その他の醸造酒があり、第三のビールと称するものがある。ビール、または発泡酒に蒸留酒を組み合わせたものは、リキュールに属する。ノンアルコールビールと呼ばれた、ビールテイスト飲料は、運転をする者や大人たちがビールを飲んで祝い事を、する時の子供たちの飲み物としても販売されている。これらの中にはホップを含まない、甘いものもある。以前は、ノンアルコールビールと呼ばれたが、 キリンフリーなど発行していない商品を除いては、アルコール含有量はゼロではない。種類に分類されるアルコール1%という基準を下回ってはいるが、大抵の商品はアルコール分を含んでいる。そのため、未成年者やアルコールに敏感な人の引用や、引用後の運転は控えるよう呼びかけている。また飲食店や販売店においては、ドライバーや未成年者への販売を拒否するケースも、 見られる。ノンアルコールという表現は誤解を招くという指摘もあり、日本の業界では名称をビアテイスト飲料またはビールテイスト飲料に改める動きが進んでいる。ホッピーはそれ自体はアルコール1%未満であるが、焼酎などの割り剤とするのが一般的である。ルートビアはジンジャービアとも呼ばれるジンジャーエール2の飲料で子供ビールという飲料も販売されている。 ありがとうございます。